昨年の11月に旭山動物園に大きな施設としてカバシャキリン館という新しい施設がオープンをいたしまして、テレビとかでもですね非常に、PR をしていただきまして、おかげさまで冬季期間中もたくさんの皆さんに動物園に来ていただくことができました。今カバはですね動物園にまだ1頭しか今おりませんけども、今年はお嫁さんになる候補としてメスのカバをですねこの動物園の方に導入飼育をする予定になっておりますので、またその際にはですね皆さん足を運んでいただければなと、そのように思っております。それでは消防音楽隊の皆さん演奏をお願いいたします。それでは平成26年度旭山動物園各界へオープンいたします。